はい、どうも、イズログのイズです。で、今回は、スズキエブリィの 62V の、まあ、DIY。で、まあ、今回は、ユーザー車検が、近い。まあ、大体来週やるんだけれども、それに向けて、まあ、自分で整備をしていこうかなっていう感じですね。で、まあ、まずその点検では、まあ、これは車検関係ないけれども、なんか最近、思うところ、自分の車をメンテナンスするっていうことにおいて、まあ、ちょっとこういう、ヒューズを買いました。で、まあ、あとはちょっと ACC の電源をちょっと増やしたいっていうのもあるので、まあ、こんな感じで、特に最近のスマホっていうのは3アンペア必要なので、まあ、一応今、シガーソケットはそこの、のところから引っ張ってるんだけど、まあ、いかんせんこうやって、USB のポートをつけちゃうと、まあ、そこ全然充電できないよっていう話なので、っていう感じだから、ちょっと ACC から USB を直接引っ張って、まあ、やろうっていう感じだね。はい、まあ、あとはこのヒューズソケットを取り出すやつで、まあ、ちょっとソケット取り出してみようか。まあ、一応これで、この一番手前の、このシガーソケットのやつかな、を取ってみようかな。で、お、取れたね。まあ一応これの繰り返しになるんだけど、なんか結構こうやって汚れてたりするんだよね。まあ切れてないけど。ん?あれ、落としちゃった。新品のやつどっかに落としちゃったぞ。と、まあ、こんな感じで、まあ、シガーソケット。あ、でもなんかヒューズ1個落としちゃったな。まあ、いいか。まあ、これが新品のものっすね。なので、これを、今度は、ここの、まあ、シガーソケット。との、ここかな。ちょっとアングル見づらいんだけども。まあ、こう、スポット。まあ、こうはめていきます。まあ、だいたいこれの繰り返しで、まあ、あとはこれを基準にして、あとはシガーソケットとか、いろんな、こういう電源を引っ張ってこようかな、なんて思いますね。で、あとはこの義母子端子で、YouTube じゃねえ、USB を引っ張っていきたいと思います。はい。じゃあ、USB の、USB ポートの、を ACC 電源から取る、っていうことに関して、まあこれ A モンで買ったナンバー2880で、これ多分ね、後部座席用なんだって。まあ多分用途としては間違っちゃいるんだろうけれども、まあ適当にアース線をここに挟み、まあ一応シガーソケットの部分に、まあここら辺だね、まあ大体、まあちょっとわかんないけど、このシガーソケットのここら辺に刺すんだけど、なんか知んないけど、このシガーソケットに刺すところ、なんか知んないけど、ヒューズ2本刺さないと、まあ充電ができませんでした。なのでまあこの、なんで2本必要なのかちょっとわかんないけど、まあこのまんまにして、あとは、元々のこのシガーソケット、まあ、スズキエブリィの 62V のこのシガーソケットのところだね。まあ、大体このボンネットのスイッチの裏のところだね。まあ、ちょっと、まあ、わからんなーってとこなんだけど。まあ、ここに刺せば、一応終わりなので。まあ、あとはちょっと、このアース線をどうにか、まあ、どっか断線しないな、しないところに、まあ、つなぎ直して、これで一旦終了って感じかな。
まあ意外とできるっちゃできるようになったかなっていう感じでした。